結婚したい人はしたらいいと思うけど、早くそのなんか結婚しなきゃいけないという、うん、なんか結婚というものが幸せですっていう洗脳は早く終わってくれってずっと思ってはいるんですけど、はい、なんかただいいもの、うん、結婚っていいものとされてるだけで別にちゃんとしたメリットを考えた時に別に何もないんですよ。なんかその伝統的家族観みたいなものがやっぱり差別を僕はすごく助長してると思ってて、なんか子供がかわいそうってよく言うじゃないですか。かわいそうにしてんのそれ言ってる人で、あの子供がかわいそうと思うならみんなで守るべきだし、やっぱり一人一人の命が大切だとか言っときながら全然そうじゃない環境を作ってるわけで、だから結婚っていうものを早めにね、なんか慣らしていかないと、したい人はしていいけどっていうものにしないと、やっぱ子供たちがかわいそうになってくる、その仕組みを作ってるのはやっぱ大人たちで、なんかお前が助けろって思っちゃうんですよね、その結婚子供がかわいそうなら。